なんか聞こえたぞ。なんか助けてって言ってたような。ノクト、あたりを探してみないか。くれえな、照らすぞ。うわ、なにこれ、チョコボでっか。うう、重いよ。大丈夫か、つが、これどういう状況だ。全く動く気配がないな。いつもは餌をぶら下げて走らせてたのですが。チョコボの餌か、ちょっと待ってくれ。食べねえのかよ。普通のは食べないかもです。お願い、餌を。良い野菜の。うん、どっかの王子みてえだな。ああ、こっちの王子様は贅沢な野菜でも食べないけどね。お前ら、ウィズの牧場を渡ってみよう。あそこならいい餌が売っているかもしれない。ありがとうございました。良い羽振りの野菜だな。チョコボなら喜ぶんじゃね。うん、めっちゃ喜ぶよ。これであの子も助かるね。見かけない格好だったが、あの耳にもいろいろと訳がありそうだ。耳だな。ひとまずは早く助けてやろうぜ。別に、うん、人助けはハンターの仕事だしな。まあ、間違っちゃいねえな。ハンター？暴れてる野獣を倒したりとか。ああ、冒険者さんなんですね。私は野族のジメイです。野族？よかった。私、ちょうど冒険者さんに頼みたいことがあって。実はこの近くの大きな壁の中で大変なことが起ころうとしてるんです。大きな壁？帝国基地のことか。今そこで行われてるのは神下ろし、神様を下ろすという儀式です。おお、だろうな。神下ろしだからな。そんな冷静な。万神が現れたらこの世界も大変なことになっちゃうんですよ。世界を救うために皆さん協力してください。お願いします。うん、そうだ、このリンクパールを使ってください。それがあれば私と連絡が取れますから。おい、あ、後で合流しましょう。それじゃあ冒険者さん、よろしくお願いします。だからま、行っちゃった。すごい勢いだったね。結構頼りにされちゃってるっぽいし。冒険者さんって。神と帝国、無視するには気がかりな組み合わせではあるな。帝国基地か。あいつ乗り込みそうな勢いだったぞ。ああ、やべえよな。
行くしかねえか。山って動くんだな。動くんだね。バカな会話してんな。なんか鳴ってんぞ。これどうすりゃ、こうか。もしもし、聞こえますか。私です。ヤキメイです。聞こえる。よかった。これでいつでもお話できますね。あのな、今どこだ。壁の中にいます。ちょうど奴らを見張れる場所を見つけたところです。奴ら、すぐ行く。手出すなよ。はい、冒険者さんもお気をつけて。この辺り夜は用意が出るみたいです。待ってますので、こちらへは日のあるうちにお願いします。妙に静かだな。ああ、以前大規模な部隊の撤収があったらしい。ヤジメイか、どこだ。こちらです。こっちこっち、高台の上です。見ていただきたいものがあるんです。こちらまで来ていただけますか。すぐ行く。そこから離れんなよ。来いってさ。ちょっと行ってくる。一人で行くの？その方が早いだろ。早くしねえとあいつ何すっか分かんねえし。わかった、下を任せろ。邪魔が来たら片付ける。何見せる気だよ。
お疲れ様です。さすが冒険者さんですね。ああ疲れた。見せたいもんってなんだよ。つかその耳と尻尾も何なんだ。それを説明するためにここまで来てもらいました。この望遠鏡を使ってみてください。どこ見りゃいいんだ。大きな機械と怪しい儀式の様子が見えませんか。機械と儀式？なんだあいつら、何してんの。あれはイクサル族です。神おろしという儀式の準備をしているんです。あの神おろしという儀式はイクサル族が信仰する神ラシン・カルーダを出現させる秘術です。よくわかんないけど武系みたいなもんか。で、乱心ってのが出てきたらどうなる。神は土地の力を吸うことで権限すると言います。まして乱心は凶暴な性格という話なので。ああ、めんどくさそうだが放っておくのもヤバそうだな。はい、なので取り返しのつかないことになる前に冒険者さんにはあいつらを止めてほしいんです。なんだあの動いてる丸いやつ。丸いやつ？おかしいですね。ここから逃げた時は起動していなかったと思うんですが。さっきのチョコボ。こっちに来ちゃってる。あの子私の相棒なんです。研究中は構ってあげられないので餌を食べ放題にしていたらいつの間にかあんな姿に。あれか、何の機械なんだ。こちらの世界の転移装置だと思います。私が目覚めた時すぐ近くにありましたし。こちらの世界？今いるこの冒険者さんたちの世界です。私のいた世界の古代アラグの転移装置とあれがつながってしまった。いろいろ考えましたがそうとしか思えなくて。転移、ゲームでしか聞いたことないわ。この耳と尻尾、ミコッテ族を見たことは。それマジのやつだったのか。マジです。なんだあのでかい石像。ということは冒険者さんもご存知ないんですね。あの像からは風属性のエーテルを強く感じます。乱心の神おろしと何か関係があるかもしれません。へえ、なら調べた方が良さそうだな。あの扉からあいつらのとこに行けそうだ。はい、でも鍵がかかってるみたいです。私が逃げた後邪魔者を締め出そうとしたのかもしれません。相当儀式が大事ってことか。
ひとまずこんなもんか。あいつらのとこにはまだ行けそうにねえし、とりあえずさっきの石像調べるか。はい、今度は私もご一緒します。やっと降りてきたかと思えば、すげえ土産話を持ってきたな。俺は信じるよ、ゲームとかそういう話あるし。ゲームと一緒にするな。ただその受け入れに似た儀式が何かを起こさないとも限らないか。まあ、ヤジメイが嘘を言ってるようには見えねえしな。この基地調べるだけ調べてみるか。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。やじめ、隠れてろ。俺が引きつける。早いとこ片付けるぞ。よし、冒険者さん。どうだ、破術の手法なら心得があります。回復は任せてください。え、どういうこと。どういうこと。俺が死ぬかよ。とにかくこいつらが先だ。ほら、ほら、よし、完璧。今ので最後だな。ヤジメ、今のは魔法なのか。はい、とはいえ初歩的なものですが。別の世界から来たって話、本当みたいだね。何にせよ助かったぜ。だがあんまり無茶はするなよ。こいつが例の石像か。なぜこんなものが。これは風の見つかりと呼ばれる24種の像だ。ゲンティアナの仲間。そんなの聞いたことねえけど。無理もない。風の見つかりが記されているのは創世記の義書だ。誰も存在を信じていないし、本来の名前すらわからない。でも周りにあるの測定器だよ。帝国は調査してたってことだよね。この像、不思議な感じです。まるで眠ってるような。まあ、帝国の忘れ物眺めてても仕方がねえ。怪しい奴がいるならそっちを先にしねえか。イクサル族と言ったか。さっきの襲撃を考えると、彼らはすでにこの基地を利用し始めている可能性がある。象は待っててくれるしね。他のとこ調べよっか。はい。何あれ。メテオのかけら、あれを使っているのか。この先さ、イクサル族ってのと戦うのかな。相手の出方次第だな。そういやさっき捕まりそうになったとか言って。危ないところでした。こちらに来た時あの子がいなかったら、私は今頃あんなことやこんなことをされていたかもしれません。どんなこと。やばい人たちっぽいね。とにかく無事でよかったな。
ースをここで終わらそう。頼もしいな。おとなしくしてもらおう。この新天地は全て御神ガルーダ様のもの。神下ろしの儀式は邪魔させねえ。やっぱこうな。します。攻撃に集中を。余裕で相手が来てる。しっかり敵を見極めて、もっと気を。うまくいったな。皆さん、ご無事ですか？平気。回復どうもな。今のがイクサル族か。どうやら本気で神下ろしを進めているようだな。急いだ方が良さそうです。乱心には皆さんでも勝てるかどうか。奴らは壁の向こうだ。なんとか道を見つけねえと。
これが転送装置。ソルハイム文明の魔導装置のようだな。例の奴らもこれを利用したのか。いえ、それが実はイクサルスクを連れてきたのは私なんです。は？あいつらの野営地から貴重な学術資料を拝借した時、派手に見つかっちゃいまして、追っ手を巻こうと古代遺跡に入ったのは良かったんですが、そこで事故があってこんなことに。すみません、黙っててごめんなさい。ああ、まあでもしょうがねえんじゃね。やばいことになったけどさ、あんたは何とかしようとしてんだろ。うん、自分も大変なのに。俺だったら逃げてたかも。事情は分かった。だが気負って危険な真似はしないでくれ。ま、俺らに任せとけ。世界を救うっつうのも冒険者さんの仕事だしね。うん、ありがとうございます。私も一緒に頑張ります。解除完了。よし、これで開くはずだ。ああ、ここにいるの。全然動く気しなかったのにな。なんだかんだ主人思いなのかもしれないぜ。そうかもしれませんが、もうちょっと軽い方が良かったです。じゃねえか、これ急ぐぞ。何？間に合え。なんだ？やったのか？いや、勝手に。かけらが！
間に合わなかったか。こっちで揉めてんだ。これ以上神様なんかお呼びじゃねえんだよ。フッ、己が文言をわきまえぬクソ虫が、二度とその傲慢な口が聞けぬよう、その首我が疾風の一撃で引きちぎってくれるわ。私の風で、嵐で、無残に散れ！一掃するぞ。頼りにしてるぜ、グラディオ。期待だ。そうだ！じゃあな！クロムと誕生ってね！よっ！Yeah!
落ちる。よく。よく。終わったのか？あれ、ノクトは？皆さん、ご無事でしたか？いや、ノクトがいない。まさか。でも、これは
りした。消えたかと思ったよ。怪我はないか？いや、なんか夢見てた。夢？別になんともねえんだな。ああ、平気。よかった。私てっきり向こうの世界に行ってしまったのではと。そのことなんだが、ヤジメイは向こうに帰れるのか？どうなんでしょうか。こちらに来た以上はそのうち帰れるとは思います。本当かそれ？はい、全然大丈夫です。むしろこの未知の大地に博物学者として胸の高鳴りが止まりません。私はしばらく残っていろいろ調べたいと思います。皆さんも何か気になるものがあったら教えてくださいね。そういえば皆さんのお名前を聞いてませんでした。今聞くのかよ。そういや言ってなかったな。グラディオでいいぜ。はいはい、俺プロンプト、写真が趣味です。シヤシン？ああ、写真っていうのは。おいおい、まだ紹介が終わってねえだろ。ごめんごめん、こっちのメガネがいいです。料理がスタイリッシュ。なんだその紹介。神にイグニさ、異界の価格に起こされし者、我が名は長きまどろみに帰る。なれば、かの乱心の名をもらうとしよう。我が名はガルーダ。神々と共に、暗き御世に恐怖を。せっかくだしさ、みんなで写真撮らない？ああ、いいかもな。写真？うん、きっといい思い出になるよ。じゃあ撮るよ。はい、これヤジメイにもプレゼント。わあ、ありがとう。これ拾ったんだけど、何かわかるか？おー、面白いもの持ってるじゃないですか。これを材料に特別な武器を作れると思います。皆さんの旅のお役にも立てるかもしれません。
次は何を持ってきてくれるかな。